今日のお話はですね、先日ご紹介しました、新型デュラエースのお話、それに向けてですね、完成車を購入される方が非常に多くなっております。これから購入されても間に合うディスクロードバイクをご紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、どうもスタッフケンタです。スタッフケンタの自転車塾、今日も一緒に自転車のお勉強をしていきましょう。今日の話はですね、年末にアップをさせていただいた新型デュラエースのお話の中で、次購入するのであればディスクロードというふうに考えている方へ向けて、デュラエース搭載のですね、完成車を購入する場合にもしかすると時間がかかるよというお話をさせていただきました。そのお話の中ではですね、新型デュラエースのバイクを早めに乗りたい方はですね、今の段階からフレーム、ホイール、そして各種パーツをですね、揃えておくか、今の段階でですね、もうディスクロードに乗っておくかという提案をさせていただきました。新型デュラエースがですね、発売開始されたと同時にですね、梱包を入れ替えて乗るのが一番手っ取り早いということで、今日はですね、今からでも手に入るディスクロードのですね、完成車をご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するメーカーと車種はですね、6つあります。少しですね、お話が長くなりそうなんで、第1部と第2部でですね、3台ずつでご紹介していきます。今回ご紹介するですね、バイクの中で2台以外はですね、全てブランドキャンプや試乗会等でですね、乗ったことのあるバイクで、2021年モデルでもですね、人気のディスクロードとなっております。今回ですね、ご紹介するバイクは少しですね、高額になってしまいます。価格のですね、順番でご紹介していきますので、ぜひですね、チェックしてみてください。ちなみにですね、今回ご紹介するバイクは、入荷時期がですね、1月の10日現在ですね、チェックしたものとなっておりますので、そこだけはですね、ご注意ください。まず1台目はですね、ここ最近当店でも人気となっております台湾メーカーのグストですね。こちらのレンジャーディスクスポーツとなります。価格は238,000円プラス消費税となっております。この上のですね、モデルにレンジャーディスクチームリミテッドというですね、モデルがありますが、こちらのですね、上のモデルと同じフレームを使用しておりまして、今期2021年にスロベニアのですね、プロチームに供給をしております。こちらのですね、レンジャーディスクスポーツはプロチームがですね、使用するフレームを使用しながら、この価格で抑えているところがですね、ポイントとなっておりまして、コンポーネントはですね、シマノの105ディスク、そしてホイールはですね、フルクラムの廉価版のホイールがついてきます。パーツ全体をですね、アップグレードさせてもしっかりとですね、対応してくれるフレームですので、デュラエースでなくてもですね、少しずつアップグレードしていくのもおすすめです。今現在ですね、オーダーが集中しているため、このですね、レンジャーディスクに関しては全サイズ、全カラーともですね、入荷時期の方が今現在確認中となっておりますが、台湾のですね、自社工場で生産しているため、おそらくですね、4月頃までには入荷するのではないかと思っております。ちなみにですね、当店には1台展示車があります。こちらのですね、コストパフォーマンスに優れたグストのディスクロード、ぜひチェックしてみてください。続いて2台目となります。こちらもですね、プロチームが使用するバイクとなります。スコットのですね、アディクト RC30 となります。こちらですね、価格はですね、479,000円プラス消費税となっております。2021年シーズンはですね、プロチームのサンウェブがですね、こちらのスコットのアディクト RC にですね、乗ることとなっておりまして、こちらのですね、アディクト RC30 のフレームもプロチームに供給されているものと同じものとなります。カラーリングはですね、プリズムグリーンパープルというですね、今流行りの光の当たり方ですね、変化する
カメレオンカラーのようなですね、カラーリングとなっております。こちらのバイクですね、フレーム単品でも販売されておりまして、価格はですね、32万円プラス消費税となっております。こちらのフレームが使用されておりまして、コンポーネントはですね、アルテグラのディスク仕様となっております。完成車の重量が少し重めの8キロジャストぐらいになっておりますが、いろんなパーツにですね、軽量化が可能となっております。 UCI のですね、プロチームが乗るフレームですので、少しずつですね、アップグレードさせながら、楽しんでカスタムしてください。続きまして、3代目となります。こちらもですね、 UCI のプロチームが乗っておりまして、昨年ですね、大活躍でした。キャノンデールのですね、スーパー6エボハイモッドアルテグラディスクとなります。こちらですね、カラーリングはですね、大人気のラファカラーとなっておりまして、価格は56万円プラス消費税となっております。2021年のですね、シーズンは、別府選手や中根選手がですね、移籍する UCI プロチームの EF プロサイクリングチームですね、こちらのですね、チームが乗るバイクがですね、スーパー6エボハイモッドになります。こちらのですね、軽量なカーボンフレームは、個人的にですね、トップ3に入るぐらい乗りやすいフレームとなっておりまして、リムブレーキのフレームとですね、あまり変わらない感じで乗り換えることが可能となっております。ちなみにですね、こちらのフレーム、単品でも購入が可能となっておりまして、価格はですね、46万円プラス消費税となっております。プラス10万円でですね、完成車が購入できるとなれば、確実にですね、完成車をチョイスする方が多くなると思います。コンポーネントはですね、アルテグラのディスクとなっておりまして、ホイールはですね、自社製のカーボンクリンチャーホイールが付いております。それを考えるとですね、完成車価格56万円でプロチームが乗ってるですね、バイクが乗れるということであれば、新型デュラエースのですね、アップグレードを考えるとなると、個人的にはですね、こちらのバイクがベストバイクなのではないかなというふうな考えを持っております。ちなみにですね、入荷時期に関して言えば、中間サイズであれば、1月からですね、3月ぐらいの、入荷予定となっておりますので、なくなる前にですね、お早めのチェックをよろしくお願いいたします。ということで、新型デュラエースをつけるなら、こんな完成車がおすすめということでですね、これからでも手に入るバイク、前半の3台をご紹介させていただきました。この後ですね、すぐ、後半の、3台をですね、ご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、またアップします。